はい、マッチングしました。シャケナダブです。よろしくお願い申し上げ、存じ上げございます。うわ、僕の真似してる。なんで真似するんですか？なんか、ひろさん挨拶考えてうまいね。え？なんでうなぎゃん真似するんですか？俺だってそういう。僕のこと好きなんですか？好きか嫌いかどうでもいいんだけどさ、そういう挨拶俺も欲しいんだよ。いや、重要ですよ、それは。何かですか？重大ですよ。好きか嫌いかって重大なことだろ。そんなことないよ。今後友達として付き合っていく、付き合っていかないかって言わないだろ、それは。嫌いだったらこんなにやらないだろ、しょ。じゃあ素直に言えよ。え？なんで言わないんだ。なんで？別にいいじゃん。ダメだ、そこは仲良くやるんですから、言ってください。いいよ、いい、いい。言わないよ。言わない。なんで？なんで？だって俺嫌いな人いないもん。みんな好きだよ。みんなちゃんとそうやって自分の好感度あります。好感度ね。本当にだって別に。めちゃくちゃ嫌いな人だってヒロさんいる？いますよ。あ、いるんだ。はい、誰、誰さん。いますよ。誰が嫌いなの？それは言わないです。言わないの？言わないです。言ってもわかんない。危ない。危ない。まあ、確かに言ってもわかんないってことは結構ガチで嫌いなんだろうな。そうですよ。でも人生ね、一人二人ぐらい嫌いな人いた方が人間味があっていいですよ。俺嫌いな人いないとは言ってないから。うまちゃんはなんかロボットみたいな感じになっちゃうんですよ、それは。いや、もう別にいい、別にいいけど俺ロボットいいんですか。だってさっきまで俺ベイマックス見てたもん。ベニマックス？ベイマックス、ベイマックスです。あー、やられちゃった。ごめん、やられた。俺ここにいる。ここ、俺ここです。ここ、おい、助けてねえじゃねえか。今ブレザーズ取ってたじゃねえか。危ない危ない。違う、危ない危ない。絶対ブレザー打ってたやん、助けるとか言って。違う、どこにいるのか分かんなかった。いやいや、探す素振りもなかったって今。ずっとブレザー打ってたって。だってうなちゃんが僕のこと好き嫌いどうでもいいって言うから。じゃあ好きって言ったら助けてくれるの？うん。じゃあ次あれだわ、覚えておくわ。分かった。うん。俺そういえばベイマックス見てたんよ。うん。うん。それで？それで？あの、こん、なんか、それで？セリフとか言おうとしたけど、忘れちゃったよ。うん、初めて見たのか、ベイマックス。いや、2回目で、でも子供の時に見てたから、ちゃんと見ようかなと思って。うん、なるほどね。僕も見たことあるんです。あるの？ベイマックス。はい、ありますよ。僕泣いちゃったんです。泣いちゃったの？はい、感動して。感動して、はい、俺泣かなかったわ。あー、やられちゃった。泣くのを強要するな。最近でも泣いたのはね、ドラえもんの映画で泣いたよ。何のドラえもんですか？今一番最新の雲のユートピア、空のユートピアかな。そんななんですか。あ、今新しいやつだよ。僕も泣いたことあります。ドラえもんで？はい。何で？帰ってきたドラえもん。アニメか。え、帰ってきたドラえもん。あ、アニメだね、だから。うん。映画、あ、まあ、映画もあるか。うわ、飛んでる。映画はそんなに見たことないんだけど。あら、スタンドバイミードラえもん。見たことあるけど。面白かったよ。あ、スタンドバイミーはなんか違うの見てるみたいな。なんか混ざっちゃってるから、よくわかんない。ああ、まあ確かに。感動してるとこ、入ってるからね。うん。感動しましたよ、でも。3回泣いたよ、俺。あれ。3回って、うなちゃん泣いたの？3回ぐらい泣いた。スタンドバイミー。なんかね、のび太くんが自分のようだった。のび太くんは。ああ、うなちゃんっぽいわ、でも。え？メガネかけてない。自分で言ったんじゃないですか。いや、なんか、何が似てんの？じゃあ、何が似てんの？俺、のび太なの？いや、なんか、なんか伸びた。なんか伸びたって、なんかじゃん。根拠が、根拠は適当に言ってるだけじゃん。俺が伸びたにしたいから、そう言ってるだけじゃん。いや、でもなんか伸びたっぽいじゃないですか。まあ、今、黄色インクだから伸びたっぽい。そんなことののんびり屋さんじゃないよ、俺は。俺、せっかちだもん。そうですよ。でも、のび太くん、のんびり屋さんだもん。俺、せっかちだから違うよ。危ねえ。大丈夫？ダメですよ。あ、柱倒すよ、俺。柱倒す。柱どこだ？これか。柱。あ、柱俺行く。柱行ってる。あ、柱行った。もう一人やる。柱もう一匹。どうした。ブルマ全然足りてないから連れてきて、ヒロさん。これ無理。
皆さん、ノルマが全然足りてないので、ガチャガチャ持ってきたやつでやられたんですけど、ガチャガチャ。ごめんね。なんで後ろから持ってくんですか？ごめんね、ごめんね。スペシャルとかくじして使って。勝負の仲良くと思ってた。いや、仲はいいだろ。ガチャガチャのやつだったら思わなかった。いや、プレイで喧嘩はしたこと今までないだろ。確かにお前、下手くそだろとか、そういうのはないだろ。確かに。だろ、はあ、危ない。あ、柱、柱倒すよ、柱。俺が柱倒す。柱倒してください。柱倒すんだけど、ノルマ足りないから、引き連れてきてほしいな。はい。はい、呼んでほしい、大物鮭。危ない危ない危ない。全然足りてない、近くに。呼んでます、呼んでます。オッケー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 。これじゃあ、こいつやってください。やる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 。で、あの、プレさん、そのまま使ったんで。はい、オッケー。はい、これいけるね。ナイスです、ナイスですね。ナイスです、ナイスです。僕死んだからです。え、デスって言ってないよ。ナイスデスって言った。あ、だからナイスです。そっちのデスじゃないんだよ。DATH のデスじゃないんだよ。なるほどね。あれ、デスって DE かな、まず、どっちもいいや。ナイス。わかんないですよ、なきゃ。皆さん、俺ら、英語わかんないかな。英語わかんないです、僕。なあ、イカゴしかわかんないからな、ヒロさんは。いや、イカゴもちょっと。あ、そう。まあ、日本語か。ダメなんですよ。日本語もままならないんです。喋れねえじゃねえ。俺、何語で今喋ってんだ、俺。これ？俺、うん。これテレパシー。あ、テレパシーで俺の頭の中に聞こえてるのを、あ、みんなにも送ってんのか、テレパシーを。そうです。お、すげえ。かっこいいね、なんか。はい、ああ。あんた方どこ知ってる？あんた方どっこさ、どっこさっこどっこさ、あんた上がってどっこさ、どこさどこさだっかさ。合ってる？ぬちゃんごめんな。何が？ぬちゃんごめんな、歌わせて。ああ、別に歌うの嫌いじゃないし。うん、ごめんな。なんで謝ってんの？あ、ぬちゃんに悪いことしたわ。別に俺悪いことだとは思ってないけど、間違えてた、なんか。本当ですか、うん、あ、よかったよ。何、下手？いや、間違ってた。あ、間違ってた。本家は何なの？はい、本家は、喜びよなんですけど。おー、ラッキー。本家は、あんたがったどっこさ、いいごさ、いいごどっこさ、うまもっとさ、うまもっとどっこさ、せんばさ。それ、熊本の方言なの？お、知らないです。あ、知らない。あ、熊本がどこかわからない。九州、九州。熊本の人見てるかもしれないから、失礼だぞ。九州ってどこは？九州は知らないのか。九州なんか知らないですよ。わかんないですよ。南です、南。南ってどこですか？南もわからないの？じゃあ、撃ってこれ。撃ってるよ、ヒロさんが撃ってよ。今めっちゃ溜めてただけで撃ってるだろ。なかったんです、なかったんです。あ、そう？ピンク回復、これ難しいんですから。ああ、ごめんね。射程が伸びたり縮んだりするんですよ。あ、こと、あ、クギルシュライバー、そうだね。そうなんです。難しいんですよ、これ。ピンクももうないですから、僕。まあ、頑張れ、頑張れ。それでも、それで、何もないです。戦わなきゃいけないんだから。文句言ってもね、変えることはできないんだから、クマさんの。でも別に僕、文句じゃないです。あ、文句じゃないの？はい、どうしたらいいですかって言ってるんです。ほんとかな？すごいよくねえか。ほんとか？よくないです。すごいよくないです。よくよいです。いや、もう言えてないじゃん。わかんない、わかんない。わかんなくなっちゃってんじゃん。わかんない、わかんない、わかんない。わかんなくなっちゃってんじゃん。わかんないんですから。頭パンクしちゃってるよ。日本語は一番難しいんですから。まあそうだね。テレパシーないとね、伝わんないからね。そうそうそう。うぃー、僕1個入れたね。いや。1個しかない。あー、なんか誰かやられちゃった、これ。助けてあげて。よみがえれ、よみがえれ。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス。まあでも、よかったね。この、運び屋さんで。いや、運び屋、いや、うん。俺もう喧嘩しないからさ、うん、仲良くやれてる気がする。のじゃん、僕も喧嘩しないや。うん、でもちょっとトゲがあったね、さっきまでね。あ、ないですよ。いや、まあ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 、俺はもう別に、仲良くやりたいの。あ、僕トゲないです。もう丸みを帯びてます。うん、あ、え、はい？はい？はい？だから丸みを帯びてんですって。あ、はい。トゲなんかないですって。トゲー、いや、今登ったんだ。何がですか？なんでもないですよ。なんか言えよ。なんでもないなんかあったから言ったんだろ。
そんなことないです。死なない生きてる。死な、危ねえ、死なない生きてる。いいよ。なちゃんは死なないですよ。俺死なないよ。僕が守るの。これかっこいい。かっこいい。それさ、時々変なこと言うし、時々かっこいいこと言うから。いや、時々僕いつでもどこでもかっこいいですから。ベリーキュートなんじゃなくて。ベリーキュートなんですから。うん。かわいい。かっこいいって英語でなんて言うの？クール。クール。ベリークール。ベリークール。かわいいがベリークールはなんかちょっとやだ。キュートがいい。ベリーキュート。じゃあかわいいんだ。やばい。このベリーキュートな。やばい。生きてるー。生きてた、生きてた。生きてる。生きてる、生きてる。はいはいはい、味方読み替えます。ナイスナイス、それナイス。え、ナイス、そのエイ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 。え、そのエイエイマジでナイス。はい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 、そのエイエイめっちゃナイスよ、ヒロさん。はい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 、数が多すぎる、敵の数が多すぎる。はいはいはい、協力プレイ、協力プレイ、協力プレイ。やっぱ組むと強いぞ俺たち。確かにね。マジで喧嘩しなければ、でも誰にでも勝てるよ、2対1なら。誰にでも勝てるよ。そんなバカな。なんで？誰にでもは無理だ。誰にでも勝てる。ダブルパンツなんですから。ダブルパンツ？ダブルパンツですよ。ダブルパンツ。じゃーん。ダブルパンツって聞こえたの？うん、ダブルパンツって聞こえた。言ったらさ、うなちゃん耳心配だ。病院行こう。病院は行かない。だって心配じゃないですか。ああ、心配してくれますか。僕はうなちゃんのこと心配してんですから。ひでおさん、いいよ、俺に構わないで頑張って、今、バイト。だって心配ですよ、うなちゃんのこと。いい、もう俺に構わないで。心配ですって。いい、いい、健康診断行くだけだから。教えてくださいよ。健康診断行けばいいんだ。心配ですよ、僕は。変態なの？変態って何ですか？ああ、なんか飛ばされたんですけど、うなちゃん。大丈夫？俺なんか僕ヘビにいじめられてんですよ。蘇らしちゃった、蘇らしちゃった。何、蘇らせちゃったって何ですか？蘇らしの感じで言うんですか？蘇らしといたの。喧嘩か？喧嘩じゃない。俺は喧嘩しないから、もう大人だから。僕喧嘩したくないです。喧嘩したくて。だって大人だったんですか？はい。みなちゃん5歳ぐらいだったんですよ。いや、ひでおさん3歳だからって俺も巻き込まないで。俺3歳でそんなにハキハキ喋れたらすごいわ、普通に。あー、無理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 。ごめん、死んだ。やられた。ありがとう、ね、優しい。僕は救世主だ。じゃあ俺もあれを救世主ヒレオナで助けてくる。ナイス、みんなナイス。おねのちゃんスペシャル残してんじゃん。今使ったじゃん、なくなったよこれで。えらいね。みちゃんえらい強い、俺たち。イエーイ、イエーイ、イエーイ。まあこんなもんだろう。仲良し、子良し。まあ仲良くやれたんじゃないかな。かなかな。多少はね。多少はな。うん、多少はな。3ミリぐらいだな。ちょっとトゲあったけどな。ないですって、丸みを帯びてんです。いや、なんなんそれ。